原木清弘君委員長えまず、えー、外務大臣にお尋ねいたします、えー、平成25年度における外務省の定員は、えー、24年度末時点から10名減の5753人です、えー、近年、えー、一貫して外務省の定員はあ増員が図られてきましたけれども、えー、今般40年ぶりに約40年ぶりに準減となった理由についてお尋ねいたします そして、現在、安倍政権は、外交実施体制の強化、これはあのマンパワーの増強も含むですね、外交実施体制の強化について、どういう見解を持っているのか。私は、そうした意味では、外務省定員の拡充も図る必要があると考えますが、大臣の見解をお尋ねいたします。小川官房長。 お答え申し上げます先生ご指摘のように、我が国の国益を増進するためには、外交実施体制の強化は不可欠だと考えてございますが、平成25年度、外務省定員につきましては、厳しい予算、定員事情の中で、徹底した合理化を図ったことにより、ご指摘のとおり、順限となってございます。外務省といたしましては、重要課題、外交課題に対し、効率的かつ効果的な業務遂行が可能となりますよう、人員の適切な配置に努めておりますが、 外務省の定員は5800人に満たない状況でございまして、他の主要先進国と比較して限られた人員となってございます。先日あの、自民党の外交部会におきまして、外交実施体制の強化を求める決議が採択されてございます。攻めの外交を実践すべく、外交当局の司令塔機能を強化し、 外務省定員の原因を改め、大幅な増員を確保することが要請されているところでございます。まあ、今後、外務省人員につきましては、こうした決議を踏まえつつ、重要な外交課題に沿って、効果的、効率的な業務遂行が可能となるよう、常に見直しを図っていく所存でございます。真に必要な人員の確保に、を確保してまいりたいというふうに考えてございます。荒木清弘君委員長、えー、次に、在外交換の 整備方針について大臣にお尋ねいたします。えー、岸田大臣は5月9日の党委員会で私の党にいたしまして、在外交換の整備目標について近いうちに新たな目標を設けたいと答弁をされました。その目標は具体的にどういうタイミングで示されるのか。またそれは、あの、従来、まあ、事項前の自公政権下ではあ、大使館150交換体制を 目標としておりましたけれども、それ以上の目標になるのか、大臣の見解をお尋ねします岸田外務大臣。お尋ねは、今後の在外交換の整備目標ですが、あのまあ、この政府全体の財政状況、さらにはです、ね、主要国の設置状況。 例えばあの、フランスは163大使館を持っております、えー、ドイツは153の大使館を、えー、持っております、まあ、こうした主要国の,この設置状況を踏まえて、ぜひこの主要国並みの,この実施体制の実現を目指していきたいと考えています。 今しばらく与党ですとか、国会でのご議論も承らなければいけないと思っておりますが、基本的には今申し上げましたように、主要国並みを実現したいと考えております。具体的なこの整備のあり方については、例えばあの、先の自民党の外交部会で採択された決議などにもありますが、外交課題がますます多様化している中、 まあ今こそ攻めの外交を戦略的に展開すべく質量ともえ外交実施体制のてにを手当てする必要があるまあ点まあこういった点を踏まえてえ検討していきたいと考えております。荒木清弘君、え次に財金手当の財金基本手当の改定についてお尋ねします。えー、民主党政権下で始まりました民間調査機関による 世界各地の一般的整形費調査の結果が今回の改定にも反映をされております。えー、しかしあの、この一般的整形調査、一般的整形被調査を行う民間企業の選定についてはです、ね、外務省はあの企画公募の方法により選定をいたしましたが、実際はあの公募に応募した企業はあ1社のみ、まあ、その企業があ調査を行ったわけでございます。 まああのその調査委託費というのは、それほど巨額な金額ということではもちろんございませんけれども、ございません。まあ、そこであの大臣にお尋ねするのは、あ安倍政権下においても、今後も引き続きです、ね、この一般的政権費調査という手法は実施をするのか、もしあの同じように実施をするんであれば、えー、まああの企画公募に応じたのが一社,社のみということについてはですね、 えーまあ、もう少しその透明性、客観性を高めるための、何らかの改善策もです、ね、場合によっては必要になるわけでありますけれども、この点につきまして、お尋ねいたします。越川官房長 今あの先生からご質問ございました、一般的整形費調査でございますあの。外務省といたしましては、この民間調査機関による整形費調査を取り入れてました結果、在、え、勤、ー、基本手当の適正が高まったと、このように考えてございます。この点は外務省の奨励組織令に基づきまして設置してあります、外務省人事審議会にも、えー、評価されております。昨年7月の勧告でも、引き続きこの整形調査を行うべしと。 されてございしたがって、今後も引き続き実施していきたいというふうに考えてございます。他方で、企業選定における透明性、客観性を高める努力が必要な点、先生からのご指摘のあったとおりでございます。選定方法、あるいは調査項目を不断に見直すことにより、透明性、あるいは客観性を高められるように努めていきたいというふうに考えてございます。具体的には、本年よりは、 調査実施機関の選定にあたりまして、外務省の必要とするデータの使用の詳細を指定した上で、一般競争入札によることとしたいという,うに考えてございます荒木清宏君、はいえー。次に、えー、先ほど5月30日、在留あ政府は在留法人および在外企業の安全確保に関する政府の取り組みをまとめました。えー、この取り組みを進めるにあたりまして まあ、本年のアルジェリア事件の際もそうでありましたけれども、民間企業の現地駐在事務所、現地駐在場所等と在外交換の連絡体制の強化、また、この外務省の実感がない国や地域にいる企業法人に対しての連絡体制の確立や緊急対応についても十分な 改正を整える必要があると考えますが、えー、この点についてどう進めるのか、外務省の方針をお尋ねします上村領事局長。お答え申し上げます。外務省といたしましては、在アルジェリア法人に対するテロ事件以降、176の在外公館で安全対策連絡協議会を開催いたしております。 その中では情報共有、現地危機た管理体制に関して議論するなど、既存の官民協力体制の活性化を行い、官民双方向の情報共有あるいはネットワークの強化についてすでに取り組んでおるところでございます。ご質問ご指摘のあの今後のことでございますが、あ引き続きまして、えー、遠隔地あるいは県立国を含む企業あるいは法人との連絡体制あるいは緊急事態発生時における対応に。 関すする体制の強化は大変必要だことでございます企業が得た情報と、それから政府が持っている情報との共有、それから意見交換、官民双報告での視通というのを行うためにも、こういった体制強化を通じまして、ネットワークの強化、そしてそういう総合的な取り組みをさらに今後進めていきたいと考えております。木清君 最後にに大臣にお尋ねいたします、えー、あの再び、財金基本手当の改定に戻りますけれども、えー、今回の改正による平均改定,改定率は1.5%減ということで、予算総額では2億1300万円の減額となっております。えーまあ、近年、えー、財金基本手当や各交換の運営費が減少傾向にある中、 えー、基礎的で緻密な情報収集活動が困難になるのではないかという危惧もです、ねえー、ありうると思いますけれども、えー、この点について、えー、大臣の認識をお尋ねし、質疑を終わります岸田外務大臣。えー、ご指摘の、在勤、えー、基本手当、あるいはこの在外交換の運営経費ですが、 あの減少傾向にあるのは、まあ、事実であります。まあ、その中にあって、まあ、在,在外職員、まあ、地道に情報活動を取り組んでいるわけですが、まあ、こうしたあの予算の減少、まあ、直ちにこの情報収集活動等に支障を期待しているとは考えておりませんが、うん例えば、在外交換運営経費につき、このレセプションの開催費用等については、 この在外公館からこ、のこの予算ではまともなレセプションがひろ開けないなどというまあ意見がまあ出されたり、また出席者からも、日本大使館のレセプション、年々食事や飲み物のレベルが落ちているという、こういったですねえ評価や指摘があるということも聞いております。まあ、あのまあこうしたあの予算の削減がですね、 情報収集活動に対する、まあ、あの障害となったり、この我が国の,その外,交外交力の低下につながらないよう、これはの努めなければならないと考えています、ま,あ、まずあの、えー、国会でご承認いただきました予算については、あの有効活用を図るべく、さまざ、あ、まな工夫をしなければならないというふうに思っております。 またあの、えー、まあ各党からはまあ予算について応援の声もいただいております。ぜひ、えー、こうしたあの、えー、応援の声も踏まえてまあ引き続き努力をしていきたいと考えております。まあ院からのこのご理解とご支援も、えー、ぜひお願い申し上げる次第でございます。